はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の直線の方程式丸5をお送りします。で、まあ、これで5本目で、一応このシリーズね、丸6までなので次回で終わりになるんですけど、まあ、5本目やっていきます。で、今回は1問だけです。で、まあ、前回告知もしましたけど、まあ、前回の最後と同じような三角形の面積の問題をやっていきます。なのでこの問題ね、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと問題確認してもらって、わかんないなと思う方は、今からね、全部じゃねえや、この問題ね、説明していくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、この問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回の丸4の動画はね、ぜひ、これちょっとわかんないなと思う方は、前回を見てほしいんですけど、前回3問あって、丸3の問題がちょっと似てます、これと。で、ただそれよりも少し難しいのが座標が出てないんだよね。3つの点が分かってれば前回のやり方でいけるんですけど、今回直線の式しか出てないと。で、書く必要はないのかもしれないんですけど、一回これを、X 軸 Y 軸変えてどんな直線なのかっていうのを確認していきます。で、その前に、Y イコールに直さなきゃいけないので、こう書けばいいか、ここでいこうか。まず X プラス 2Y イコール0で、これを計算すると y イコールマイナス2分の 1x か。で、ちょっとね、説明上丸1って置きます。で、次これも x イコール y マイナス1なので、y イコール持っていけば x プラス1か。で、丸2で、これはね、そのまま大丈夫なんで、ちょっとこっち書いておこうか。 y イコールマイナス 2x プラス2、これ丸3。あと、するとかね、ちょっと置いときましょう。で、直線の式分かったので、X 軸、Y 軸書いていこうと思うんですが、ちょっと待ってね。よいしょ。で、まず1本目、Y イコールマイナス2分の 1X なので、これちょっと適当に、交点とかずれると思うんですけど、ちょっと適当にいきますね。右下がりで、まあ、マイナス2分の1なんで、まあ、こんな感じかね。まあ、これが1番。で、y イコール x プラス1なんで、切片1で右上がりだから、まあ、こんな感じになるかな。これが2。で、3が y イコールマイナス 2x プラス2、切片が2で、傾きが、まあ、こんな感じっすかね。ちょっとね、かなりのフリーハンドなんで申し訳ないんですが、で、この3本の直線が作っている三角形、つまりどこかっていうと、ここの三角形ね、ここの面積出したいと。で、これはですね、前回の動画の最後の問題のパターンに持っていきたいんですね。だから、どこかを底辺と置いて、あと高さを出して求めればいいっていう感じ。でも、それを出すためには、例えば、今回どうしようかな。交点ちょっと ABC って置きたいので、そっちでまたね、説明で書きますけど、ちょっとここ A にしようか。で、A、上 B にすっか。B、ちょっと C って置きますね。今回、まあ、どれ、底辺にしても構わないんだけど、俺 AC 底辺でいきます、ここ。で、ここの長さを求めるためには、A の座標と C の座標が必要なの。で、出さないと2点間の距離使えないんで、だから、まずその、交点の座標を全部出します。で、結局 B も使わなきゃ、使うんで、B の座標も出さなきゃいけないんだよ。だから、まず、1の2、あ、まあ、1と2の交点。で、1と2の交点が A だよね。で、まあ、交点を A とするとかって書いた方が安全ですけど、A。で、これ求めに行きます。で、交点の求め方は、1と2って今これとこれでしょ？これを連立方程式で解けばいいから、中学校みたいな感じでね。で、ちょっとそれね、幅的にきついんで省略しますけど、これが、マイナス3分の2と、y 座標が3分の1となります。で、同じようにやっていくと、次2と3でいこうか。じゃあ、2と3の、ちょっと字ちっちゃくて申し訳ない、今回ね。交点 B で、あと2と3、これだね、 B だね。で、これとこれで連立方程式やってもらうと、3分の1と、ちょっと狭かったね、
3分の4となります。で次が最後3と1だね。3と1の交点 C、ここですね。3と1の交点 C が3分の4でマイナス3分の2と、まあ、こうなると。これでも連立で3回やるんでちょっと面倒くさいですけどね。でこれを出すことによって前回の動画の問題に そっちに持っていけると。結局3つの座標が分かってて、その三角形求めるから、まず AC、 ここを2点間の距離で求めに行きます。で、じゃあ AC を出しに行くと、 AC イコール2点間の距離なんでルート使います。でこことここなんだけど、どっちから引こうかな。 C から引こうか。3分の4から3分の4引くと3分の6になるから2か。つまり2の2乗、いや4って書けばいいね、それはね。4プラスこっちからこっちを引くと、マイナス3分の3だからマイナス1か。でそれ2乗するから1だね。つまり AC イコールルート5になります。結構シンプルだったね。で次に前回と同じように高さが必要、三角形だから。で高さっていうのはちょっと色変えようか。この B から AC に向かった垂線、これが高さになります、まあ、前回と同じね。だからこの点とこの直線の距離で出しに行けばいい。で今回、前回ではね直線の式出さなきゃいけなかったんですけど、今回丸1が直線の式出てるのでこうかで分かってるから、こっちね x プラス 2y イコール0、これと B だから3分の1、3分の4、この2点間じゃねえや、点と直線の距離を出せばいいと。で、それを書くと、ちょっと左から攻めた方が良さげだね。ちょっとごめんね、こっち飛ぶよ。点 B と X、0の距離は、ちょっと勝ってこれね、距離は、公式使うので、まず1と2があるから分母が1たす2でルート5になります。下入ってるよね、それね。で上が絶対値のこの3分の1、3分の4をここに代入するから、3分の1プラス3分の8か、ここにね3分の4を入れるから2かけて3分の8閉じると。そうすると分子めんどくさそうなんだけど、これ3分の9だから3だよね。つまりルート5分の3となります。これあえて有理化しない方がいいね、このままね。で高さも出た、底辺も分かった。つまり面積 S 使っちゃおうか。面積 S は底辺かける高さ、あ、かけるって書いちゃうっすね、まあいいか。高さかける2分の1でルート5がこうやって約分できるので、答え2分の3と。こういう感じで解いてください。この三角形の面積を求める問題は個人的にはすごい出る、なんか品質するねイメージがあるので、まあ、前回と、まあ、今回とね2つ使ってやらせてもらいました。ちょっとタイプが違いますけどね、結局やることは同じになるので、まあ、こんな感じでぜひ解いてみてください。では今回は高校数学数2の直線の方程式丸5をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたけど、この直線の方程式丸6で終了になりますので、あと次回もう一本やります。で、そこでは問題を2問、ちょっと違うタイプのね、問題を2問取り上げようと思ってますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。